こんにちは、えのき商店です。今日はレモンハートリメララをご紹介いたします。以前もね、レモンハート、こちらの本のタイトルになったお酒ですという紹介をしたんですけれども、正確にはね、これじゃなくって、これとはまた違うシリーズで151っていうシリーズがあるんですね。それが当時レモンハートが書かれてた当時75度ぐらいだったかな、アルコール度数世界一高いと言われてたんですね。その世界一度数が高いお酒からこのバーの名前が来たという表記があるそうです。でね、今はね、世界一アルコール度数が高いのといえばドーンスピリタスになります。もうこちらね、アルコール度数高すぎてそのまま飲むもんじゃないんですね。これ見てください、 96%。 人の飲むもんじゃないですね。絶対割って飲んでくださいね。はい、ということで今日はレモンハートリメララをご紹介いたしました。こちらの商品、えのき商店のネットショップで販売しております。概要欄にアドレスを記載しておりますので、そちらの方からお買い求めいただけます。ご視聴ありがとうございました。